排水機を点検する久保田環境エンジニアリングの従業員。河川の空撮映像。久保田グループは豊かな社会と自然の循環にコミットする命を支えるプラットフォーマーを目指す姿として掲げ、食料、水、環境という人類の生存に欠かせない分野で社会課題を解決し、持続可能な社会を実現するための取り組みを進めています。久保田環境エンジニアリングは久保田グループの中で浄水場、下水処理場、排水機場など公共インフラの保守、運転、運用を担っています。昨今、労働人口の減少や高齢化が進む中で、私たちが長年培ってきたノウハウや従業員の知見、経験を次世代に伝承することが課題で、その解決にはデジタルツールの活用が重要だと考えています。久保田はマイクロソフトさんと DX の推進に向けた戦略的提携を結んでいまして、すべてのデータをマイクロソフト Azure に集めるプロジェクトも進めています。 HoloLens 2は Azure と親和性も高く、データの安全性を確保できる点も大きなメリットだと感じていました。いくつかの社内プロジェクトでも試していたので、久保田環境エンジニアリングが提供している点検業務にも使えるのではないかと提案しました。ホロレンズを使った点検業務支援を施行し、 MR 技術は点検業務に有効で、かつハンズフリーで入力作業も行えることが分かりました。ちょうどその頃、国土交通省の関東地方整備局さんから点検業務などの効率化を実現する方法について技術紹介がありました。ホロレンズを使えばその期待に応えられると確信したのが、この開発プロジェクトの始まりでした。目指したのはホロレンズを装着して設備を見ると、 3D 化された設備の CG と点検箇所などの情報が重なって表示されるというものです。開発は順調に進んでいたのですが、途中大きな壁にぶち当たりました。 3D で CG を表示するには膨大な情報量を処理する必要があり、ホロレンズのスペックではうまく動作できなかったのです。関係者でいろいろと検討してみましたが、頭を抱えるしかありませんでした。その壁を打破してくれたのがマイスターさんでした。マイクロソフトさんの認定パートナーでもあるマイスターさんが開発した業務用メタバースプラットフォームのビグザムを使えば、Azure リモートレンダリングを活用してホロレンズに CG を映し出せたのです。最初にデモを見たときはこれしかないと感じました。この出会いもあって、無事2024年4月にリリースすることができました。実際に現場で検証してみると、作業者が迷うことなく点検が進んでいく様子に驚きましたが、それだけでなく他にもいろいろとメリットが見えてきました。報告書の作成時間を約25% 短縮できました。さらに両手が自由に動かせるので、測定機器を使った作業やはしごの上り下りなどにも支障がなく、安全性の確保も実現しています。ホロレンズが面白い技術であることは多くの方が感じていることだと思います。久保田グループでも社内のプロジェクトで利用した事例はあり、高く評価していました。しかし今回はお客様の現場で実際に活用しているので、そこに大きな意味があると思います。このシステムはリリース後も継続的に機能を強化していきます。直近では AI を活用した作業者支援システムを追加予定です。これが実装されれば、作業中の点検手順の確認やトラブルシューティングなどの場面でさらに利便性が増すことになります。またこのプロジェクトとは別に、上下水道施設における保守、運転、運用を効率化するための統合プラットフォーム、ケーシスブルーフロントを2023年に発表しました。Azure に蓄積した運転データをもとに、エネルギー消費量の推移や処理状態の変化を AI で分析して、運転支援や故障予測などに生かしていく予定です。そしてさらに、ホロレンズを使ったソリューションとの統合により、
さらなる効率化や省人化が期待できます。久保田環境エンジニアリングの従業員たちがホロレンズ導入に向けて取り組む様子、マイクロソフトのロゴ、